日本鹿児島県薩摩仙台市家道院長、黒木家道院長黒木は、鹿児島県薩摩仙台市の大技。旧薩摩国南伊佐郡黒木後黒木村、薩摩郡黒木村大技、黒木、薩摩郡家道院長大技黒木。郵便番号は895-1504。人口は691人、世帯数は312世帯。薩摩仙台市の東部、 南方川の中流域に位置している。麻生域の北方から西方にかけては、薩摩町、広瀬、北方から東方にかけては、薩摩町中津川、南方には、薩摩仙台市稽道院長上手、稽道院長下田東方には、霧島市横川町上の、愛良市北山がそれぞれ接している。麻生域を、鹿児島県道396号、 薩摩県道院線が南北に通っており、鹿児島県道462号、道山宮の城線が東西に通っている。県道396号と県道462号が重複している付近に薩摩川大市立黒木小学校が所在している。集落は黒木小学校付近に多く所在しており、東方には雇め竹連邦が広がっている。黒木という地名は、 室町期より見え、薩摩国家道院のうちであった。応援7年の渋谷重持非常に、家道院うち中津川名並び黒木村ごととあり、黒木村は渋谷家道院氏の所領であったが、両氏家道院を思えが、中津川名と黒木村を、同族の入来院重よりに、引渡している。戦国期には、島津市と渋谷市は激しく抗争し、黒木村にも戦火が及んだ。 大村城を攻略した、調査島津氏の軍によって黒木村と中津村を放火され、焼け払われてしまった。その後文読4年の三州内障外により、北郷時久が宮之城領主となると、黒木村は北郷氏の領有となった。慶長5年に北郷氏が宮古の城に復帰した後は、島津忠長の所領となった。江戸期は、 薩摩国南伊佐郡黒木里のうちであり、村高は、天保郷町では1345国余り、急行給料では1722国余りであった。1889年に、町村制が施行されたのに伴い江戸期の黒木村の区域が単独で自治体となり、黒木村の唯一の大技、黒木となった。百五十五年には黒木村が大村及び、イム村と合併し、 ケ道院長の大技となった。2004年に、ケ道院長が、川内市、東郷町、入木町、日脇町、里村、上古式村、下古式村、鹿島村とともに新設合併し、薩摩仙台市の大技、ケ道院長黒木となった。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。